皆さんこんにちは、住圭史です。今回の動画はですね、脱力について、触れていきたいと思います。脱力と言いますと、自分自身で練習していってもそうだし、レッスンを受けている方でもそうだと思うんですが、よく取り上げられるトピックなんですね。で、よく力が入りすぎてるとか、もっと力抜いて脱力してリラックスしてっていうふうに、言われることもあるかと思うんですけれども、ギターを弾いている、あるいは他の楽器でもいいんですが、ギターを弾いているときに、どう力を抜くかっていうことは、常々ね、考えたり、いろいろするんですけど、脱力ということを、行うにあたって、どういうふうに効率よく、やっていくか、そして脱力するというのがどういうことか、そしてどういうことを目指したいかっていうことっていうのは、知識的には、なかなか触れることがない、ようにもあるので、ぜひ今回はですね、どうして脱力をして、その先どうしたいのかっていうことの、知識的なことについて、話してみたいと思います。一番最初、力を出すという練習をしていきます。これはですね、初心者のギターを始めたてという人の場合はですね、力を入れて弾くタイプなのか、力があんまり入らないタイプなのかっていうのは、これは人によっていろいろあるので、その都度ですね、その奏者の力の通常の入り具合を見てからどっちにするかを考えていくんですけれども、最初から力が入って力んで弾くタイプの人、もちろん緊張してね、力入っちゃってる場合もありますけれども、もともと力を、一つ一つの動作もそうだけれど、力が入ってしまってる人と、そんなに入ってない人と、やっぱ個人差があるので、そこは、差があります。で、力が入っている人はもう、先に脱力する方にも入っていってしまいます。指導するときにね、で、弱い人の場合ですね、力を入れてって言っても軽くしか弾いてない場合、もっとちゃんと力入れて抑えてって言っても、弱い場合ですね。抑える方もですね。そういう場合は、まずは力を出すということを、最初にやっていかないといけません。これをなしにして脱力を先にやってしまうと、ダイナミックスのすごい、レンジの狭い音楽が出来上がっていってしまうので、これはむしろマイナスなんですね。なので、まずは力を出すということを、やっていきます。そうするとですね、楽器を弾くに必要な、筋肉をつけていくっていうこともありますし、どのようにすると、こう、大きい音、強い音、それからどのぐらい力を入れると楽器の限界が来るのか、自分の限界が来るのかっていうことを、まず知る必要があるんですね。ですので、そのためにこの力を出すというのを最初にやります。そうするとですね、次第に筋肉が弱い人とか、力を入れるのが苦手な人っていうのは、力を入れて楽器に込めていくっていうことに慣れていくかと思うんですが、そうしてるとですね、筋肉の量、力強さの度合いですね、それが上がっておけば上がっておくほど、後にダイナミックスをつけた時ですね、幅ができますね。例えば、筋肉が100ある人だとしますね。で、じゃあ脱力して効率の良い演奏をするときに、例えばですよ。例えばなので、その数字が妥当かどうかわかんないですけど、例えば 20% の力で弾いた場合が脱力してうまく弾け、効率よく弾けている状態だとします。半分でもいいですけどね。とりあえず 20% だとします。そうした場合、100ある強さの人が20にすると、大体20の力で弾けるとしますね。音量もそのぐらいで、こう、うまく出していけるとします。で、もっともっとこう、強い体を持って、120の強さがある人。この人が 20% の力を出すと、どのぐらいになりますか ?24。っていう数字ぐらいになりますね。そうすると20の人と24だと同じ脱力をしているつもりでも差が少し出てくるんですね。この少しの差っていうのは結構な差にはなるので、とにかく強い体を持っておく。丈夫な、そしてバランスの取れた強さですね。が、あるということは、後々ですね、やっぱり利点になってきますので、体も壊れにくいですしね、そういうこともあるので、まずは、この力を出すっていう練習をしていきます。最初から力んでいる人はもちろん、すぐに脱力の方に入っていきます。2番、とにかく脱力。ここはですね、一番レッスンなんかでは、触れることなんですけれども、本当に効率の良い演奏をするということにおいては、まだ2段階目なんですね。2段階目。僕は前に雑誌の、記事でも、脱力するっていうことは、まだ第1段階ですよ。その後に第2段階がありますよって、第2段階の内容はその時書かなかったんですが、第1段階のことについて、まあ、ここの内容ですね。については、記事でも書いたことがあります。で、ここはとにかく、いかに力を抜いて、操作をしていくかっていう練習ですね。これはやはり、無駄な力を抜いていくということが必要になるので、どのぐらい力を抜いたら、どのぐらいの音になるのか、どのぐらいの抑えやすさになるのかっていうようなことをやります。で、意外とですね、話がここで止まってしまうことが多いんですね。ここで止まってしまうと音楽表現の幅が減ってしまいます。で、結構そういう幅が狭い人も実際多いので、ここの意味ですね。ここはとにかく脱力って書いてあるんですが、いかに脱力するか、力を入れていると負担があるかっていう、その違いを知っておくということですね。まずその違いを知るということが、この脱力をする練習において一番大事なこと。もちろんその、ニュートラルな形の時に、一番最低限の力でいられるっていう風な、癖も身につけるということもあります。そして3番目。いよいよここが一番大事なところです。普段はここが大事って思われるんですけれども、もちろんここは大事です。ここはとにかく大事なんですが、脱力するのが目的ではないんですね。目的はここです。効率の良い力の使い方。これをやりたいから脱力の仕方を覚えましょうというふうに言っています。ですので、脱力だよ、脱力、力抜いてって、言っている段階ではですね、レッスンではまだ途中段階ということになるので、まだまだその先があるんだよっていうことがあります。で、効率の良い力の使い方。ここですね。これができるかによって、演奏の表現の幅も変わってきますし、それから体の疲れ具合も変わってきますし、いろんなことがいい方向に向き始めます。で、例えば効率の良い力の使い方っていうのは、例えばテニスとか野球なんかでも、わかるんですが、例えば野球でですね、こう思いっきり力いっぱい振るのと、効率よく、細身の選手でも効率よく振ると、スコーンと、ボールが飛んでいくっていうね、その違いですけれども、筋肉だけに頼っていると、その時はいいかもしれませんが、そのうち体壊しますね。ギターも一緒です。力に頼って、筋肉の量だけで、何か技術をカバーしようとすると、そのうち体壊す時がやってきます。ですが、効率の良い力の使い方、もうこれは角度も、いろんなことが関係してきますけれども、効率の良い力の使い方をすると、長く体を壊さずに、そして表現の幅も持った上で続けていくことができるということですね。例えば格闘技なんかでもそうですよね。ボクシングの選手なんかも、本当にいいパンチが入る、ボクサーなんかは、力入っているようにあまり見えないですよね。まあそういうことですね。もう何につけてもそうだと思います。楽器でもそうだし、スポーツでもそうだし、格闘技もそうだし、それから普段の生活もね、やっぱ何かと力が入って力んでるのか、ここぞという時は力入れるけど、そうじゃなくって、なるべく最低限の力で、生活をしていて、何かをやっていて、それで、場合によってはもっと力を抜くとか、場合によっては一瞬ぐっと力を入れるとか、そういうふうな使い方のね、コントロールがうまくできるように、自由自在にできるようになるというのが、この3番ですね。とにかくコントロールとバランス。それが、自由自在に思ったようにできるようになるというのが、この効率のいい、力の使い方、体の使い方ということになるので、コンディションをとにかく良くする。コンディションが良くなければ、どこか筋肉は張ったままになっていたり、力がうまく入らなかったりね、することもあるので、そういう意味ではですね、体のこのバランスを整えておくっていうことも、もう非常に大切な部分になってきます。これを知識として踏まえた上で、いろんな、姿勢、それから腕の角度などを考えていくとですね、もっともっと楽器を練習していくことが楽しくなりますし、いろんな見えるものが出てきますので、単に音符を追いかけるだけでなくてね、とっても楽器というものを弾くということが、充実したものになっていくかと思います。だいたい脱力をするということについて3つを、挙げてみましたけれども、自分で練習をして楽器を弾いていてですね、どこの段階にあるかということで、自分が今どのレベルにあるかということも多分わかると思いますので、例えば今ここ、とにかく力抜くようにって言われていて、力抜く練習をしているなら、まだ先があるということ。ここでは力が抜けたら、いいということではないので、まだ先があるんだっていう楽しみも増えますから、ぜひその辺はですね、先を見ながら楽しんでいただけたらと思います。そして、ここのもっと力出してとか、もう本当に初期ですね。楽器を始めて最初の頃にもっと力出してとか、もっと、なんていうんですかね、バチって言ってもいいから強く弾いてみてって言われた場合はですね、それが良しとしてるわけではなくて、その先にもっともっとやりたいことがあるんだっていうことを知っておいてもらえるとですね、ただ単に音出して力入れて OK じゃないから、なんていうんですかね、すぐに飽きも来ないし、やることがいろいろ広がるんだなっていうことを知っておいてもらえると良いかと思います。では、脱力についてですね、これからいろんな腕の角度、もう正面とか側面の姿勢の動画は上げていますが、もっともっと細かい角度のこととかについては、これを踏まえていった方がいいので、まず最初にこの説明を先に動画として上げたいと思いました。はい。では、これは脱力の知識についてでしたね。はい。では、どうもありがとうございました。